はい、どうも、TK です。はい、とつて、今回の動画では、こちら、先ほど、更新情報の方でちょっと触れた、超コウメちゃんの翔哉ちゃんが今、VTuber になったという話ちょっとしましたが、その中で面白い、その中に謎の情報が1個含まれているので、ちょっとそこを触れていきますか。まあ、あと、ハクタクちゃんがガチャ最終日なんで、そこの話も最後に触れていきたいと思いますが、はい、とつて、まずは翔哉ちゃん見ていきますか。はい、景気はいかがですかね、あと。まあ、翔哉でございますということで、まあ、VTuber を始めた翔哉ちゃんですが、はい、翔哉の学び屋ということで、まあ、今回この翔哉ちゃんが新たになんか新情報の話をしてるんですが、ちょっと一瞬ね映像が映るのでそこを見ていきたいと思いますが、ここ新コンテンツの予定はないんですかということで、この後ですね、まあ情報が映像だけ得られたということで出てくるんですが、新しい刺激が欲しい頃ですにゃと、もう思春期真っ盛りの猫のような発言をしてますが、はい、にゃが聞いてまいりましたということでちょっと見ていきますか。はい、よくわかりませんでしたもういいのよそういう茶番は。まあただ映像があるみたいなんでこちらですと。はい、これ何ですかこれは。 3D のマスコットみたいな首相ちゃんが魔法を打ってるシーンがあったりして、他は特にでも打つ相手もいないし、でこれで終わりなんですよね。うんちょっと収穫少なくね翔哉ちゃん。うんちょっともう一回見ときます。まあ、こういったフィールドみたいなところに実際に首相ちゃんがなんか攻撃してるような映像があって、で敵がまだいませんが出てくるとして、なんかちょっと最近よくあるマスコットをこう並べて、お互い敵と味方フィールドに実際に並べた上で実際に戦ってる映像なんかが見れるみたいなやつになるんですかね。いやでもそれ大変ですよね。今もうめちゃくちゃいるキャラクターの全てのスキルのエフェクトを作るのはもうほぼ不可能ですよね。もうテフちゃんの天然ボケのアクションとか見たいですが、まあなんで多分結局のところはいざ戦闘が始まったら普通の顔が並んでダメージをぶつけ合うみたいな感じになるのかなと思いますが、まあワンチャン一部の、まあ例えば月1回とか次回反響みたいな感じで10体ぐらいの副将ちゃんの中から何体か選んで戦うみたいなやつにすれば、10体ぐらいであれば戦いのエフェクトを作れる可能性あるんで、まあそういう次回反響みたいなピックアップ型の副将ちゃん選びで、それぞれプレイヤーが自分がいいと思う副将を取って、まあこういう 3D 同士で戦わせるみたいな、まあちょっと 3D 対戦映像のテストも含めて限定的になんかそういうバトルイベントを作るのかなっていうような気もしないでもないですけどね。はい、手を捨て、マニアは確かに聞きましたと。本当に聞きに行ったと。もうそこはいいんだ。で、もう一つ、はい、こちらですね。帽子、武将、弓将の3面図ですね。を入手したと。もうこれ拾わされて帰ってこさせられたな。今回よくわからなくてごめんなさいと。まあ罪悪感はあのね、ならいいでしょう。ではさようならですにゃということで、まあちょっとね、情報的には少なめですが、まあなんか新コンテンツが始まるということで、まあこれはちょっと、にゃちゃんがね、紹介してるのもあって、楽しみにしてようかなと思います。あと、ハクタクですね、について、まあ今日2本くらい動画アップしましたが、その中でコメントなんかでちょっと気になったやりとりがあったので、一応追加で補足で最後に話させてもらうと、まあハクタクに関しては、まあバッファーとして七星、味方の主力につけられたり、スキル2では罪悪箱をばらまけたりで、バッファーとしては、まあぶっ壊れバッファーになってて、で、さらにまあ201ステージ以降にも対応可能な可能性が高いということで、まあ、さらにもう1個だけ一応情報を付け加えておくと、まあ、このキャラクタースキル2の火力がかなり強いので、まあ、バッファーとして扱いながら一応火力面なんかにも参加できるので、まあ、サブ戦役ですね、運営さんの方でも告知があり、戦役のメインステージ以外にもサブ戦役というのができるという中で、まあ、このサブ戦役に関してはある程度レベル差なんかももしかしたら近い可能性が、まあ、次回反響のサブ戦役みたいな感じであって、で必中キャラクターじゃなくてもいい可能性が、まあ、ちょっとあるなという中で、まあ、今回のハクタクバッファーでありながらなおかつスキル2の火力が強いということで、 もちろんメインステージのバッファー役として参加させるのもいいんですが、最悪こっちのサブの方のバッファー兼メインアタッカーとして、まあ、使える可能性があるかなと。ああいうとこで、まあ、だから必ず無理して課金しても登用しろっていう意味ではなく、あくまで情報提供として、まあ、その可能性ちょっとありそうだなっていうところで、ちょっと最後最終日、まあ、いろんな動画上げてきましたが、これ、まあ、この判断材料があったら登用してたのにみたいなことがないように、一応プラスアルファの情報として、サブの方でもしかしたらめちゃくちゃ優秀な立ち回りする可能性ありそうだなっていう気がしたので、まあ、これもサブステージがどんなものになるか誰も分かっていないので、まあ、オカルト的な話ですが、まあ、そのぐらいのポテンシャルがある副将ちゃんにハクタクはなっているので、まあ、検討材料の一つとして入れて、あとはおのおの各自自己判断してみてください。はい、最終日ガチャ終わってしまうので、もう取る予定だった人は忘れずにガチャ回しておきましょう。はい、とつて追加情報でした。はい、それでは。